しょうがねえよな。今から弁当50個できますか？はい。いや、3時間後に弁当50個。だからまとめると、君が頼んでいた弁当屋さんが潰れてしまって、3時間後に50個の弁当が必要。そういうことだね。そうなんです。周りはどこもやってなく、ここしか頼めるところがなくて。ただ残念だが、うちはもう。お願いします。僕、ずっと映画好きで、やっと今の映画の仕事につけたんです。映画に救われたから。だから今度は、僕が現場の力になりたいんです。だからお願いします。諦めないってことか。よし、店の在庫をかき集めればなんとかなるか。本当ですか？ただし時間がない。君にも手伝ってもらうよ。インスタアップしようっと。あ、ちょっと右側の冷蔵庫から漬物取ってきて。急いで。はい。もっと早く。はい。おじさん、さっきの張り紙って。ほら、急いで。優しく丁寧に。すいません。本当にありがとうございました。あ、お代を。いや、いいから急いで。でも在庫処分、金なんてもらえないよ。ロミさん、早く。ほら急いで。あとで必ず戻ってきます。絶対やめないでくださいね。終わり。まあ最後がこれで良かったのかもな。誰だよ。はい、奥井です。ええ、インスタ？はあ、チャーシュー丼はやってましたけど、ええ、買いに来る。うちのお店は弁当500個？ええ、大変ありがたいお話なのですが、一旦持ち帰らせていただいてもよろしいでしょうか？はい、はい、失礼いたします。ありがとうございます。